Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns mit vielen Leuten unterhalten und das machen wir in diesem Part auch weiter. Also fangen wir direkt an, damit wir halt auch alles, oh, Goldruhe, schnell hinter uns haben. Glänzende Teuche, weil wir müssen ja mit reden, mit jenen hier reden. Ah, okay. Das wird hier ein bisschen lange dauern, habe ich so Gefühl. Aber ich möchte, dass alles hier aus dem Weg geräumt haben. ことなにこめられた魂が剣士をなめきってなじまない場合もある。刀を抜かなくてもわかるの？そういうのが見える場合もあるってことかな。そこのお兄さんは自分が発している気と王たちの魂が響き合っているように感じたんだ。そうか。 そんなことは言われたことも考えたこともなかったな。その刀を打った人はお兄さんに使ってもらえてきっと喜んで。ああ、いや、すげえな。自分の刀を託せるような剣士に出会いたいもんだ。それにはまず自分の腕と魂を磨かなきゃならないがね。頑張ってね。ああ、ありがとう。Okay, das war nicht zu lang. Gut. So, was haben wir hier noch alles? Man sehen kann, ich bin im Katnixhafen, also so, oh, das sieht cool aus. Oh. Vielleicht tun sich ja hier irgendwie so Stufe 4 Inseln und so eine Öffnung und irgendwie so was. Boah, du bist ein Blitzmerker. ドラゴンのように巨大で醜悪な顔の鬼ババの豪魔で、その両手には口があるらしい。鬼ババじゃと。両手に口だなんて気味が悪いわ。それだけじゃない。その両手から毒を吐き、撒き散らして毒を浴びた人を豪魔にさせるんだ。まさか。Diese Gerüchte eigentlich verbreiten.驚くのはこれからだよ。ゴーマが両手から吐いた毒を大きな板で風を起こし撒き散らしている。チンチクリンの使い魔がいるんだ。実はそのチンチクリンこそがゴーマの本体で、見た目はインチキな奇術師みたいなんだってさ。そんなチンチクリンのせいで苦しんでると思うと、チンチクリンな人すべてが憎らしくなるわね。サイカの剣士ってチンチクリンなインチキ魔術師だったんだ。へえ。 Stimmt. Bei Magilu passt halt irgendwie so die Beschreibung. Lager aus? Gast aus. Hier gibt es zum Glück nur ein Ding. Okay, nur hier sein Gasthaus oder Taverne. Hm. Sonst geht ne. Hi. Meine Insel? Ah, Dämon. Lancelot Caspar-League. 誘拐されたっていう名門貴族か。そいつがゴーマになったか、別に目的のある方か。おい、そのゴーマはシグレを呼び出してるんじゃないのか。ああ、特等大魔師シグレランゲスとの決闘を望んでいるらしい。本物の伯爵だな。言い切るわね。キャスパリーグ伯は気位の高いお方だ。清涼に国政の主導権を奪われた挙句に 飼い犬だったシグレが特等大魔師として自分の上に立つなんて死ぬほど屈辱だったはずだ。ランゲツ家が仕えてきた主君って。そうだ、キャスパリーグ家だよ。なるほど、王家の懐刀の剣はランゲツ流だったんじゃな。ボーティガンを落とすほどのゴーマだ。共闘できれば力になりそうだな。共闘できれば。 Okay, neue Quest. Anscheinend. Dann füllt sich es, jawohl.
So, jetzt sind wir auffällig. Nächstes Örtchen. Sammeln meine ganzen Quests hier ein, dann will ich mich irgendwie offscreen irgendwie vorbereiten. So leveln und so was alles. Dann gucken wir mal. Naja, wieder, den gibt es auch noch. Ja, neues Omega-Elixier. Fundort-Dingen. Ah, Zutat, ja, genau. どうする、ライフセット。素材を探してみるか。じゃが、もう時間がなさそうじゃし、そもそも最後の素材がわからん以上、無意味な努力じゃぞ。あ、わかった。かわいそうだけど、仕方ないわね。リーブはこうなる運命だったのよ。仕方ない。あんたが責任を感じる必要はないわ。結構親身になった方よ。もともとオメガエリクシール自体が眉唾なんだし。 そんなこと。こうやベルベット、もう少しいい方というものがあるじゃろうが。取り繕ってどうしようっていうの？これが現実よ。まあ今は辛いだろうけど、しばらくすればただの思い出に変わるわよ。ううん、悲しみに浸れる、とっておきの思い出に。そんないい方ないよ。リーブはまだ生きてる。それにリーブの研究は オメガエリクシールはきっと本物だよ。僕はまだ諦めたくない。だったら探せばいい。迷う必要なんかないわ。ベルベット。失ってからでは遅いのよ。どんなに謝っても、どんなに後悔しても終わらない。悪夢に変わるだけよ。けどあんたはまだ失ってない。友達も希望も。 なら全力で捕まえて握りしめなさい。うん。4つ目の素材を探す。ヒントはリーブのメモに書いてあるよ。Ja, aber erstmal später. Die Truhe ist einfach so mitten aus dem Nichts aufgetaucht. Oh, hier sind so viele noch. Gasthaus, was? Und dem Gasthaus? あ、待って、いやな。よその町ではゴーマが増えていたり、大魔師の方たちが突然力を失ったりしたと聞きました。よっ。それは事実です。この国は大丈夫なんでしょうか。要するに大魔師様に泣きつくんじゃない。違う。よその町の状況を知りたかっただけだ。どの町でもゴーマの品質による混乱や危険があり、 各地の行き来や物流に支障が出始めています。農作物の収穫や出荷もやや滞っていて、遠くない将来食料事情に影響が出るのは確実かと。やっぱりそうですか。よし、これで俺がやるべきことは決まった。何をするつもりだ。果樹園と野菜畑を作ろうと思ってる。幸いにもこの村はゴーマの被害も少ないし、この辺りの土は肥えていて農業向きだ。 ゴーマと戦うことはできないけど、食料の供給を安定させることで俺でも世の中に貢献できる。素晴らしい心がけだと思います。私も心がけ。Jetzt kommt der heirate mich. So, 農業をやるとなれば、やはり支えてくれる神さんが必要だな。失恋の話はもういいよ。いや、お前が仕事に本気になったのなら、お前の相手探しに本腰を入れるぞ。
Ja, schon die dritte Person heute. いや、私は仕事が恋人なものですから。では、そちらの怖い感じのあなた。どうです。誰が怖い感じですって。まあ、その、すみません。わしなら彼氏おらぬ歴イコール年齢じゃぞ。結構だ。恋とか結婚とかそんなの後でいい。今は果樹園だ。果樹の芽が俺の恋人だ。わしらは木の芽いかかえ。 Er hat mich einen Baum. Also. Wir werden hier nicht vorankommen. Wir werden hier nur Skizzen hören heute. それが最下の刑事なのか。魔女などとふざけおって、ゴーマが人間の命をもてあそぶとは許せん。大きな帽子に黒いマント。 ほうきまでもって人間を侮辱ってたそうなの。自称魔女のゴーマが人間狩りをしてるって。ワメマヘクセン。わりじ、グラッツアーグン。ほうきとクロマントだけが。え、みやだ、ファンシュテルパス。わりじ、グラッツアーグン。 Magelo, du kannst meine Gedanken lesen. Deswegen ist sie der beste Charakter in diesem Spiel. Na, boom. ええ、の島、本当に監獄島だったらしいぞ。しかもあの島で最古の剣士が生まれたって。メアラベリガや。どこで聞いたんだよ。精霊に逃げられたタイマシが傲慢病になってさ。そいつが仲間のタイマシを殺しながら叫んでたんだ。森の中だったんだけどさ。俺は必死に隠れて。 あんな恐ろしい場面は初めて見たよ。タイマシがゴーマか。精霊と一緒に自分を見失って汚れを発したんだろう。精霊が受けた衝撃は相当なものだったようだな。いやいや。本当なのか。目の前で最下が生まれたのに精霊は取り逃がしたってことかよ。何やってるんだよ。わからんが、タイマシも万能じゃないってことだろう。同志の言う通りにしていれば。 救ってもらえると思ってたが、そうもいかなそうだな。ああ、今日も好き。ああ、次はオーハート。ロトリング。ああ、待て。パーフェクト。イゾルト。 Den habe ich eigentlich noch. Oh, Leute. Also mach ich's auch mal. Wird ja nie fertig. Schon mal so viele von diesen Pinguinen. エサを変えてもあんまり食べないし、寒冷化の影響で海の水温は下がってるし、その影響があるのかもな。それはあるかもしれない。最近取れる魚が減ってきてるしな。これは。この前なんか北の深海にしかいないはずの女王イカが網にかかったぞ。やっぱり、イズルトの漁業自体が。イズルトの漁業自体が。 メアを含めて、漁師みんなで一度会合を開いた方がいい。ところで、女王イカにはビシッとやられたか。もちろんだよ。あの細くて長いムチみたいな手でビタンってやられた。いやだわやます。気持ちよかったんだ。くそいいな。俺も明日は漁に出て女王イカあげたいな。よくわからないけど。 Stimmt ja, ja, meint irgendwie die Peitsche schneiden irgendwie aus und hat fühlt sich richtig gut an. Ja, ich habe genug Hentais gesehen, um zu sehen, wo das hinführt. Ja, ich meine, ich habe genug Hentai, genug von Hentais gehört. Mm-hmm. Oh Gott, weiter.
Haben wir jetzt da alles, ne? Warte mal. Nein. Ja, okay. Da ist noch ein Ding. Warte mal, wo war das? In der Taverne. Nee. Ist die Taverne? Das ist auch noch was. Was, das ist auch noch was. Heiligturm ist auch noch was. Boah. Okay. Es geht. Sprich mit mir. Hariyamuraga Goma Bio de Zemmetsu Stickara. Iroiro Kangaite Shima. Wir erreichen heute gar nichts mehr, weil wir nur in Gesprächen hier verwickelt sind. Bei dieser Part wird wahrscheinlich an einem Freitag hochgeladen werden, also ja, geiler Abschluss der Woche, ne? だってミコノ親子が最初にゴーマ病になったんでしょ?それがムラ中に広がったのよ。でもいずれとの町ではゴーマ病は出てないんだから、そう考えるしかないじゃない。清涼に反発なんて、どうかと思ってたの。 亡くなった人たちを悪く言うもんじゃないよ。なりたくてゴーマ病になる人はいないんだ。私はハリア村に友人もいたが、とても気のいいやつだったよ。雨の地様を信じていようと、カノの地様だろうと。同じこの島々で生きる仲間だったんだ。よそ者の私が言えたぎりではありませんが、どうかその優しい気持ちを忘れないでください。それが ハリア村の人たちへの一番の弔いになると私は思います。ああ、そうだね。今度ハリア村に花を手向けに行ってみるよ。Okay. Langsam aber sicher haken wir alles ab, ne? Und da ist jetzt das Ausrufezeichen verschwunden. Aber egal. あるが、イズルトの客は目が肥えてる。かもしれん、アイゼン。マグロン、アイゼン。そいつは腕がなるな。オラ、ロコーレ、ナマノニ。妙にやる気じゃな。実は、前から舞台に興味があったんだ。勝負度胸を鍛えられそうだからな。それ以上鍛えんでもいい気はするが。まあ、お主に多くは望まん。 わしがしゃべくり倒すから、お主は適当に相槌を打っておればよいぞよ。おう。で、切り込まれたら切り返せばいいんだろ。刀は使用禁止じゃぞ。こら!わかったと言わんか!行くぞ、マギル。気合い入れろよ。Also gut, los geht's. コンビ、マギロー&ロクロじゃよ。マギン、ブイ。いやー、イズルとは潮風が気持ちいいところじゃのー。潮風といえば。潮風は刀に良くないぞ。こまめに手入れしないと錆びるから気をつけろ。まあ、そういうマニアックな注意もあるんじゃが、潮風を嗅ぐと海の幸を食べたくなるんじゃよな。刺身に浜焼き海鮮丼。 見た目も美味しいのが海の幸で。海の幸といえば魚の三枚おろし。ここだけの話、三枚おろしは刃物使いの極意だ。魚に限らず生き物の体には切るべき筋があってだな。というような物騒な話は置いといて、美味しい海の幸には奇妙な。ロコは変質、ビスンズでやらん。タコとかタチウオとか。 タチオか、剣士として一度立ち会ってみたい相手だな。急にシュールボケかまされても対応できんのじゃが。いやいや、今のは剣士の俺がタチオをライバル視するという直球のギャグで。ちょっと黙っておれ。タコとかタチウオとか提灯あんこうとか妙な姿のやつほど美味しいという話もあるが、確かに。 わしが大好きなフグもまん丸な妙な形で。まん丸といえば丸まじろうという妙に丸いやつに会ったことがあってな。いや、
れほど丸いやつは後にも先にも初めて見たな。ジャカシお主とはもうやっとれわ。結構面白かったな。意外にもそこそこ受けてしまったのが。Das war sehr gut. Wo ich ganz nicht warten, bis ich Eisen auf die Bühne sehe. どう考えても相方がボケだろう。そうなのか？いや、お主は制御不能な自由人じゃよ。Sehr gut. War bisher das Beste. 1 plus. Eure Kuro sah gut aus beim sein, ja, was auch immer es war. Ob das Witze waren oder Fakten, die er einfach nur aufgezählt hat. Aber okay. Aber er sah gut aus, während er es gemacht hat. Diesen Bart werden wir mit Eisennaht machen. Bitte. Ich will unbedingt Eisen sehen. Wohl, das war auch schon sehr gut. Boah, das gibt's da jetzt nicht. Hat er sich auch gleich an Eleanor ran? テレサ様の魅力はあの麗しい横顔に刺す悲しげな心の影だ。笑顔でいてもどこか寂しげでいつもどこか遠くを思っているようだった。それってそうだ、愛する人のことを思っていた。まだ見ぬこれから出会う最愛の人を、こんな近くにその男がいるとも気づかず、テレサ様は未来を憂いていたんだよ。だから俺はそんなテレサ様をいつも見守っていた。そして忘れもしないあの日。Leute haben Probleme auf dieser Welt. 俺は見た。非番の日にマクリル浜で波と戯れる純白の水着姿のテレサ様を、無邪気な水着姿を。なんかこの人嫌な感じがする。とても不快な人です。な、何を。そんな冷たい目で俺はこんな奴を守るために働いてたなんて、テレサに同情する。なんという冷たい目で。いかん、目を背けるのじゃ。ベルベット、エレノア、そのまま冷たい目で見続けるとこの変態男が歓喜するぞ。行くわよみんな。ああ、行かないで。俺をもっと冷たい人みたいに歩いてくれ。Die Leute auf dieser Welt haben Probleme. Warum helfen wir denen noch mal? So, im Gasthaus noch. Oder? Rip, ja. Okay, Gasthaus, Gasthaus. Wo ist Gasthaus? Wo ist Gasthaus? Wo finde ich Gasthaus? Da. Gasthaus ist da. Ich bin lustig aus irgendeinem Grund. Okay. Oh, gut. Hilfe. Gut, Reiner ab oben. Okay. Was hier? Boom. Ja, damit. Ich habe irgendwas bekommen. Verdammt, was war das? Irgendwas habe ich bekommen gerade. Ich weiß jetzt nicht was. Vielleicht mal gucken. Insel des Terrors gefunden, was? ライフセッタ、今すごくニヤニヤしてたわよ。仕方ないよ。ベルベットだってつい笑っちゃう時あるでしょ。私？そうね。台所を食器まで完璧にピカピカにした時とか。わかります。
お風呂を隅々まできれいにできた時もですよね。そうそう。あと、すごくいい天気の日に大量の洗濯物を干し終わった時も。掃除や洗濯と一緒にしないでほしい。探索船から連絡が入った。恐怖の島が見つかったらしい。恐怖の？何なんですか、それは。Also eine Insel voller Terror. 前にアイゼンが言ってた動く島だね。そう、太古から異界をさまよい続けていると伝わる祈祷中の祈祷だ。死んだ万象、あらゆる力を吸い取る場所とも言われている。その力、カナヌシと何か関係が？これ以上は言ってみなければわからん。まずはイズルトの船着き場にいる仲間と合流するぞ。Okay, die will aber nicht. Nee. Karte. Weltkarte, meine Güte. Keine Ahnung. Was ist mit dir? Oh,喋るペンギョンが出没するって噂。ペンギョンが喋る？本当なんですよ。夜の浜辺で話しかけられた人間が3人もいるんです。そりゃ面白い。とっ捕まえてマギルー奇術団の見せ物にしたいわ。そんなのんきな話じゃないんです。イズルトにはこの世の終わりに物言うペンギョンが現れ、罪人に裁きの言葉を告げるって伝説があって、そのペンギョンに遭遇した人たちはショックで寝込んじゃってるんですから。ゴーマではないのですか？違うみたいですが、かなり凶暴で、僕はリーゼマクシアの医学生ですと叫びながら襲ってくるとか。それが裁きの言葉？意味はわかりませんが、とにかく夜の浜には出ない方がいいですよ、絶対に。Ein Medizinstudent aus Riese Maxia, das ist Jude aus Tales of Exilia. What? Nein, da will ich noch nicht machen. Ein Medizinstudent aus Riese Maxia, das ist Jude Mattis aus Tales of Exilia. Was? Ach, da müssen wir jetzt hin wegen der Dingens, ne? Haria, da ist bestimmt auch schon wieder Neues, ne? Ah ne, das ist das hier, genau. Hier ist nix ausgezeichnet. Weiter. Da müssen wir auch nicht hin. Steinbergen. Der ist nicht so groß, bitte sag. Bitte lass da nicht so viel Seiten. Boah, leck mich am. Haben wir hier Talesin. Da kann ja auch nicht viel sein, ne? Obwohl, das ist der hier. Guck ich mal das alles an, ne? Wie soll ich denn das alles hier? Melchior, das ist jetzt unsere Basis, ne? Zurückführen, da werde ich hin und wieder hingehen, wegen. Ich möchte mal gucken, ob ich da zum Shopping gehen kann, ohne dass ich halt Gespräch da auslöse. なんか、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 なん
あなたもただじゃ済みませんよ。私もメリサに加勢しますし。とっとと薬を探しに行った方が話が早そうだな。そのようね。ありがとうございます。エレノ、なぜそこまでモアナのために。私は母を亡くした後、教会に引き取られて育ちました。修道女になって母を弔う人生を送るつもりだった。でも降臨の日に霊能力が目覚めた。この力があれば悲しい世界を変えられる。私はそう信じました。けれど大魔師になってもやっぱり私は無力で、世界を変えるどころかその本当の姿すら知らなかった。そのせいでマヒナさんを追い込んで、モアナから母親を奪ってしまったんです。だからせめてモアナのためにできることをしたいんです。あの子が少しでも救われるように。薬をお願い。はい、急いで行ってきます。今のってライフセット、どうかしたのか。うん、よくわからないけど今嫌な感じがしたんだ。何か黒いものが胸に入ってきたっていうか。ねえ六郎、エレノアはいつもと変わってないよね。まあいつも通り前向きだ。言っていることはな。Na gut, noch eine Quest. Was? Boah, willst du mich eigentlich? Ey, Junge. Jetzt kann ich mich wieder nirgendwo hinbewegen. Willst du mich eigentlich verarschen? Warte, was? Hä? Muss ich da mit einem... Na gut, dann eben nicht. Ich muss sowieso hier noch die ganzen Viecher erledigen, weil ich hier einige Gegenstände brauche. Gut. Na, was habe ich denn nochmal hier? Gut, dann machen wir eben nicht hier. Ich habe den Dings ja schon ausgerüstet. Nö. KP wieder Erstellung. Ja, da brauche ich doch gar nicht mehr. Junge. Gut, dann werde ich hier ein bisschen hochleveln, würde ich sagen. Anders kann man ja nicht machen. Und ja. Sowieso nur noch dieser Ort hier, wo ich Sachen zu erledigen habe. Ey, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Ich kann nicht dahin, was? Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Warum kann ich hier nicht? Muss ich erst diese Quest machen oder was? Boah, nee, ich weiß nicht, was ich mache. Ich werde das nochmal laden. Ich habe sowieso keine Kämpfe gemacht oder so. Das heißt, ich werde hier den Spiel schon nochmal laden. Die ganzen Gespräche, die ich gerade gemacht habe, nochmal machen. Und dann dieses Gespräch erstmal ignorieren, damit ich mich noch bewegen kann. Ne, gute Idee. Gut, dann würde ich sagen, ich bin dem Bart hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.